やっちゃうよ。うーん、何でもいいーす。ちょっと待って、これやばい。まあまあいいや。ちょっとやばいなと思って。まあまあまあ。はい、はい、今日もやっていきます。ということで、今日はね、サブですけど、まあグラチャですね。今俺のメインの中でグラチャでやっても、カード何もらえても別にもうジャイゴブとスパーキーだけなんで、ちょっとここら辺からサバカを育てていこうかなって感じで、サバカでグラチャでやっていきまーす。はい、ってことで、あ、違う、こっちじゃない、こっちか。いきたいと思います。あと一つ、サバカのクラン4600か、4600になっちゃってるか、下げるか、まあ、後で下げとくんで、動画終わったら下げとくんで、3000ぐらいからにしようかな。クラーメン、まあサブアカ俺あんまインしない、動画撮るときぐらいしかマジでインしないんですけど、まあ本当になんだろう、そんな活発にこのアカウント動いてるわけじゃないんですけど、カードの寄付が欲しいんで、良ければ来てくださいって感じですね。っていうことで、いきたいと思います。ポチ。まあこの、サクッとね、グラチャル12勝して金貯めないと、今 2.6 ぐらいしかマジで、ラバーとかも組めなかったんで、金なさすぎて、金が200円ぐらいしかないんですよ。2000円ぐらいか。なんで、何も組めない、本当に。あー、だるいな。いやー、どうしよう。あー、そういうパターンね。あー最悪。いやー、エリアド、待って、クロス切ってからスキアイスピー丸太、あと1枚か、あと1枚切ったらここに大砲置くかな。はい、よいしょ。あー最悪じゃん。まあいいや。あー、もうおっせえ、スケがおっせえ。あ、いや、きちー、せっかく大砲読み成功したのに、アイスピの位置が、あ、うるせえ、マジで。くそうるせえな、ほんとに。くそ。待てよ。でしょ ?1 枚。でしょ、ちょ、待てよ。やべ、数えてなかった。数えてなかった。最悪だ。よいしょ。とりあえず動き切って、え、来た。来たくね、これ、普通に。オッケー、アイスペイ取られてから丸太、オッケー。これでアーチャーが出てくるんで、オッケーオッケー、そろそろクロスですね。出たよ、そういうことする、すぐそういうことするじゃん。よいしょ、いてすら先置きで意味ありませんよと。アーチャーだな、これ絶対アーチャー。はい、マジで、マジでそれやばくない、やばくないの、普通やるのそれって。マジ普通やるもん。でマスケ側に飛ばした方がよかったかな。やるもんなのかな、やばっ、ガチじゃん。普通にやばくね。よいしょ、だよね、そうなるよね。危ね、なるよね、なるよね。いやいや、相手やりすぎでしょ、びっくりしたわ。そうだよね、普通に通るよね。びっくりした、やば、びっくりした。めっちゃファイブ打ってくるじゃんと思って。よろしくと。うん、どうしよっかな。ホグって、でもなんか、ホグ飛ばしていったグロ1位のジャックさんが言ってた気がする。いや、なんも知り合いでもなんでもないんですけど、普通になんか言ってた気がする。
よいしょ。ブロンチーってシンプルにすごいよな、ほんと。あー、これやばい。ギャング、オッケー。先飛ばしてるから、この丸太ギャング見てからじゃないから。そういうこと、そういうこと。よろしく。これダメなんだよな。打っちゃ、打っちゃっていいか。打っちゃうか。溜まったら打っちゃおう。ダメかなこれ。ギャング、そうそう、ギャングが来るんだよ。ギャングじゃねえ。これは甘え、さすがに。で次ガゴムレ使う、ハイボ切ったからギャングガゴムレとか来そうなんで、ここにギャングじゃない、なんだっけあれ、工場ガゴムレ来そうなんで、あー、そういうパターンね。どうすっかな。これホグ飛ばしてもファイボないから、ドグムレで防衛された時に何もできないんで飛ばせないですね。ここはアイスピー、あ、ダメだ、アイスピー切っちゃダメだ。何やってんだ。あ、おいしい、クソおいしい。当たるかな、一体。破裂してから丸太打ちます。全然破裂してからじゃないけど、これガゴムレ来ても、はい、いやー、それは守りすぎですね。そんなことしちゃった日にはですよ。よいしょ、はい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 、オッケーオッケー、よいしょ、オッケー、グッドゲームと。まあ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 、こんな感じっすね。割と押されたな、でも最後ちょっと危なかったな。よいしょ。まあまあまあ。どうだろう。どう、2.6 ってあれなんだよな。序盤は結構、ホグが通る時だけ投げるって感じです。で、終盤は回転で守れるんで、多分だけど、ダメージが入るなら、今のガグムレみたいに、そのアイスピー、なんだっけ、ガグムレ来るって分かってるけど、アイスピと、その、アイゴレで、チン入れて、ホグ一発ぐらいは入るだろうっていう感じで、ホグ一発入るときはもう投げるみたいな感じだと思うんですよね。個人的には。まあ、俺、専門の方じゃないんで分かんないんですけど。よいしょ。ナスケ簡単に切っちゃっていいのかな、これ、こう分かんない。あ、はい。これ、どうせザップ打たれるかな、っていうの走らせないようにここに投げて、はい、よいしょよいしょ、ドン、はいはいはい、オッケーオッケー。とりあえず SP でいいかな。これ相手ザップ切るか切らないな。まあ、これ言うのは逆差誘導でいいですね。よいしょ。今ゴーストでペッカ出されたくないんで、端前ポーンって出して、あ、ペッカ回ってるかな、さすがにエリアあるかな。まあ一発入ったからいいか。相手穴掘りだったから大砲切っちゃって、工場型だったら大砲切っちゃダメなんですけど、穴掘りなんで大丈夫ですね。ここでアイスピで一回クッション置いて、よいしょ、やべ、これやべえな。これやべえ。最悪、最悪。ちょっと待って。ちょっと待って。やべえ。ああ、もう下手くそすぎた。最悪だ。
いや、捨てるべきだった。ペッカーのゾーンに入った時ので捨てるべきだった。最悪だ。最悪だ、マジで。オッケー、かぶった。オッケーオッケー、チン入って、3発打て、3発、3発。残念だよな、気合が。よいしょ。ペッカがいないうちに、これエレキ来るんで、一発足んねえ足んねえ、全然足んねえ、ダメだこれ。やべえ、ファイブ2発打っときゃよかった。最初からなんでこっちに出したんだろう俺。うわあ、やだ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 、最悪だ。くそ、ちょっと待って、最悪、マジで最悪。うわー、もうペッカの俺なんか 10入りぐらいあそこで捨てた気がする。やべ、あったまるわこれ。最悪だな本当に。まあまあまあ、落ち着こう落ち着こう、そういう日もある、きっとそういう日もある。いやー、あ、そう、あと前の動画で、リクエストが多かったデッキを次の動画でやりますって言ったんですけど、とりあえず今組めるのが 2.6 しかないんで、1回 2.6 やって、で、動画外でグラチャレを12勝して、まあ10勝ぐらいでもわかんないですけど、とりあえず金貯めてから、あれします。そのリクエスト多かったデッキをやります。これこんなエリクサー使っちゃっていいのかな。でもいいよね、相手ロイフル使ったし。よいしょ、これ一発で済むかな。すまんか、さすがに。よいしょ、まあマスキ打たれたくなかったんでね。これジャップ使わせるかな。打て打て、たんめえな、気合が。すけ、すけ、もうちょいくっつけた方がよかったな。早すぎたな、ちょっと出す。いや、マジで。ちょ、待てよ。なんだろう、相手のデッキがわかんない。ちょ、何出てきたっけ。マジオチでしょ。そういう民ね。こういうのは一十字側に出して、ファイブを持っとけば、なんか前に来ても打てるんで、そうですね。マジか、めんどくせえ。なんか来たらファイブを打つ。これが、教科書。ゴーストが来るな、多分。マスケだけ潰しに来るはず。打つな！よし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 。倒せ。よし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 。一発大きい。ああ、ミスった。ああ、ハイスピードなのに。何これは、相手からしたら。高いな、これは。次、マジアチャ出されたら、貫かれるな。おいしい、おいしい。くそ、おいしい。大砲回していこう。オッケー、オッケー。これ、ロイフグが出ないかな？出ないか。あ、これあれだ。爆破、爆破。ちょ、待って、やばい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 。テンパりすぎでしょ、俺。ちょ、待って。これやばい。そっか。戸籍あんだ。やべ、やべ、やべ、やべ。